暑い。山内、何？いや、それは何？スリーパーフォール。まあ、正確にはこうだけどな。こうだけどな。絶対さ、その上着のさ、金具とかでなんか引っ掛け回して大変なことになるよ、そんな。赤ワインぶちまけてんだからもういいだろ。いや、赤ワインぶちまけた上にになっちゃうじゃん。もうめんどくさいと思うし、業者も。1枚残した後全部とかよりさ、全部張り替えましょう、この方が楽じゃん。いや、楽じゃないぞ。その方が安いかもしれないしね。そんなこと割引みたいにあるじゃん。3点買うより4点買った方が結果安かったみたいな。ハワイのラルフローレンもそうだったけどな。それはアメリカじゃん、日本じゃん。そういうのは許さない国じゃん。割引許されないの？じゃあ、だから3枚だと1000円だけど、4枚だと900円みたいなことはないから。あ、違う、価格はずっと高くなる。あー、いやー、どうだったかな。1枚あたりがってこと？いや、それぐらいじゃなんない。3万ぐらい。9点だと2万7000だけど、10点買ったら2万7000みたいな。一緒やん、じゃあこれタダじゃんみたいなことです。うん、以上。じゃあいいじゃん、そんな引っかき回さなくて。引っかき回してはねえだろ、ですよな、エンジェルエッグ。それで言ったらこいつも結構いい値段するのよ。え、そうなの？2000円ぐらいするよ。2000円でスリーパーホールド用クッション買ったの？いや、買ってないよ。割高だ。買ってないよ、別に。お前勝手にスリーパーホールド用ついてないやつじゃん。で、今日買ってきたんですよ。え、マジで？かっこいい。いいね。じゃあ、モードオフ。ちょっとモードオフ行ってきてさ。モードオフってさ、ブックオフの系列ってこと？そうそう、赤ちゃん本舗の系列。いや、それは分からんけど、ダウンジャケット買ったんですよ。あ、意外と新しいね。あ、ちょっと待って、危ねえ。何？やべえのがあったのか。じゃあ、値札がついてた。まあ要は今ので分かったと思うんだけど、結構こうしっかりしてちゃんとしてんじゃん。うん、うん、いくらでしょう？2円。当てる気ないだろ。2円。2円でダウンジャケット売ってるの見たことあるか、お前。中古でしょ。中古。2円だ。なるほど、お前にとって中古は全て2円だと。定価がいくらぐらいなんだ。てか、どこのそれ。いや、俺ちょっとわかんない、知らないけど、1906年からやってるみたいだね。これがさ、あら、あったかそうですね。そう、立つじゃん、これが、うん、やばくない？どういうこと？こんなダウンジャケット見たことない。そうだけど、あるけど立つようなのね。で、これでいくらだったか。あ、ほら、なんか乗ってるよ、ここに。ナチュラルとかちょっとこれさ、うん、FP みたいなの書いてないの？フェザーパワーみたいなの。何それ。あのね、FP じゃなかったかな、 F なんとかで、うん、そのなんかダウンの、うん、その中に入ってる毛の量か、毛のなんか圧に耐えられる力だったか忘れたけど、ちょっと FP はちょっと載ってないです。どっかに書いてあるよ、どっかに。絶対こことか、あとタグとか。タグないよ、もうこれ以外。タグないの？これだけで。じゃあ、うまさん、なんかここに書いてる人もいる。人もいる。人っていうか、もの。うわ、書いてね。これ？いやー、これサイズでしょ。12はなかった。50ぐらい普通だ。触っていいよ。あ、これ？違うんですよ。タグないよ、もうこれ以上。今、すべてのタグを出して。あ、じゃあさっきのタグに書いてあるじゃん。書いてない。うぅ。知らない。書いてない。
もう好きやらばすぐズルズルしようとするから。ああ値段、うん、マジで1900円ぐらいじゃない。1900円はないでしょ。マジで。なんで？わざわざ言ってきたから。いや別にそういう意図はない。安くないってことじゃないの？あ、別にそういうのじゃないわけ。俺多分でも、うん、本当にこれめっちゃ安かったっていう時は、うん、もっと小躍りして言ってるから。なるほどね。うん、触っていいし、着るのはなし。着たらわかんない。いや違う、着たらこれの欠点がわかるから。でかい。逆。ちっちゃい。じゃあ、ね、サイズは俺ぴったりなんだけど、うん、俺で肩周りがピタッとしてる。へえ。お前なんて来たら弾け飛ぶじゃん。もうボン、アメコミだったら、うん、BOOM みたいな。あとおおよその元の値段も検討はついてる。調べながら。調べたの、うん、どれくらい安くなってるかな的なこと。まあ、若干だったら嫌だなと思って。だから俺的にはそのえらくしっかりしてたから、うん、その売ってあるものの中では、うん、なのにあこれぐらいしかしないのっていう。まあ、4000円だろ。お前は本当に見る目はない。4000円だろ。4000円ではありません。え、見る目がないです。いくらい。じゃあ元値言っとくわ。元値3万。おー、新品ならすごいね。3万ぐらい。それより低い前後はすごい。じゃあ8000円ぐらいするのかな。1万前後じゃない。まあまあ1万前後だよね。え、うん、お前さ、思い出したわ。ん、お前古着買いに行かない人だもんね。うん、俺もこれ1900円じゃなかったら買わないし、ね、マジで。いや、あるからダウンはっていうだけよ。もうダウンはないから俺は。でもさ、ダウンってさ、着れないんだよね。よりデブに見えるから。いや、じゃなくて、うん、あんまりね、うん、モンクレとかだったら別だけど。モンクレ好きだね。いや、なんかダウン着てて、うわ、あの人かっこいいなって思ったこと多分一回もない。あ、なんかかっこいいなと思われたくて服を着てるってこと。え、だっておしゃれするんだったら1ミリぐらいそういう気持ちあるでしょ、誰でも。じゃないと。じゃあ何がお前の中で憧れなの、一番その、うわ、かっこいいなって。あ、でも僕着れないからっていう意味で、うん、チェスターコートはかっこいいと思いますね。チビ着れないでしょ、あれ。あれやっぱでかくないとかっこよくないし。チェスターはでもだから、もう、似合わ、まあ、別に着れるよ、売ってるし、チビ用のも。だけど180ぐらいあるやつが着てるのがかっこいいから、うん、着れないんだよなーっていうので、チェスターコートとかかっこいいなと思います。ね、それなし。え、着れるものでかっこいいと思って買ってるもの、着てるもの。アウターは買わない、高いから。え、もう持ってるものしか買わない。持ってるものしか買わないじゃなくて、持ってるものしか着ない。え、じゃあ、え、普通やそれは。みんな持ってるものしか着てねえよ。こんなの、もう何年買ってないかしらね。自分の金で俺アウター。冬どうしてんのお前。え、あるもの。え、それってさ、おしゃれしてる上で一番ダサくない。まだ内側が変わるから。あと満足してるし。何、今持ってるアウターに。あ、じゃあ、あれはかっこいいと思ってきてんのか、あいつらは。どれ。いや、ちょっと、お前の冬のアウターを全然想像できてないけど、あれ、何やったっけ。いや、普通にコートとかですよ。だからこれも着るし、冬でも革だから。寒くないそれ。え、って言うじゃん。やっぱり高いものってすごいねって感じよ。へえ。だから風通さないって感じ。内側モコモコしとけば別に。これはいくらぐらいした。定価、定価。え、何、古着なの。いや、シャワリみたいなやつ。あー、それはなしだ、定価。定価だと8万ぐらい。はぁ、8万7千とかだ。俺は1万5千ぐらいで買ったけど。8万。え、でも8万で買ってないからさ、俺も。
8万じゃ買わないよ、うん、俺ね。あ、じゃあお前のアウターってそういうのが揃ってるってこと？いやいや、そんなことない。ピーコートとかは、あの、もうわけわからねえ謎のブランドのやつだから、うん、もう高校生の頃ぐらいに制服用で買ったやつとかじゃないから、着れるから着てるけど、たまに。え、あとなんだろう、でも MA1 とかギャップだし。寒くないの？寒くないね。ああ、まあ、そうだもんな、暑がりだもんな。いや、でもそんなことねえな。12月、1月とかはもうヒートテックで、俺の中でね、本当はもう みんなもっと厚着してるけど、うん、俺はヒートテック、セーター、ピーコート、マフラーがマックスなのよ、防寒としては。ヒートテック?セーター、うん、ピーコート、うん、マフラー。あ、お前バカだわ、めっちゃ厚がりだわ、やばいね。それでいけるわけねえだろ。え、でも毎年これ、でも毎年これだけど、これでもう、ってなってる感じだね。でも、それみんな耐えられないからもっと着るでしょ。だから耐えられちゃってるってことだもんね。うん、俺も全然、まずだって上だけで言うとヒートテックの下に1枚着てるもん、まず。ヒートテック2枚着る人とかいるよ、うん、で、なんか汗吸うやつ、ヒートテック、その上にシャツ、あ、Tシャツ、シャツ、セーター、アウターだね。帰ってきた後めんどくさそうだな。凍え死ぬよりはマシでしょ。凍え死なないよ。凍え死ぬ。だからこれ買ったの。ダウンってめっちゃあったかいじゃん、知ってる？俺それだったら、うん、これ俺も一個あるけど、そういうアホみたいにモコモコしてるやつ、うん、これそこまでアホみたいにはモコモコしてないけど、その下 T シャツしか着ない。あ、もともとでもそういうもんよ、あのね。え、ですよね。あれ、なんか忘れたけど、名前忘れたけど、トップガン、違う違う、トップガン、でででんでんでんじゃなくて、あのなんかなんかあるんですよ、そのそういうものが。何1秒だけ古旗出たの？山口さん、おトイレはどちらで？あちらです、あちらです。 ありがとうございます。あとやらすなよ。 やったから、ちょっとちょっと忘れたけど、なんかそのあれじゃん、カナダグース。え、何それ？え、なんかめっちゃあったかい服を出してるとか。へえ。カナダグースとかはもう中は、これの中は T シャツでいいです。え、それブランド？ブランド、ブランド。ああ、そう、知らないのよ、ブランド何にも。いや、俺も知らないけど、あのほら、モンクレみたいなさ、だから寒い時期に外で働いてる人たちがちょっと知り合いにいるから。モンクレやばいっていう値段がね。あ、値段もやばいけど、値段はやばい、値段がやばいじゃん。マジであったかいって言うよね、あれ。本当に値段がやばいけどな。値段だってマジで10万とかじゃないっけ。で、その単位です、10万、20万ぐらい、桁的には。揃いようもんならみたいな。これも寒いけどね、風通さないっていうのみ。風強い時とかはこれ着るな。風強い日は家から出ません。出なきゃいけない時。でもね、俺も持ってるダウンみたいなやつはね、最近もう2、3年着てるからさ、多分もう薄くなってきちゃったんだよね。ああ、今まではめっちゃ T シャツオンリーでさ、いつだろうとコンビニに出勤してたわけですよ。はいはい、楽だから。あれ着て T シャツでも寒くなってきたもんね、最近。それお前が弱ってきたんじゃないですか。なんかここさ、三色パンみたいな。本当だ。わかるか。わかんないか。もういいや。三色パンなんて買わないけど。え、でいくらなのそれ。なんかお前の8万とかの後に言いたくねえもん。絶対言わね。でもまあ。
そうね、デニムとかもそのシャワリのさ、うん、まあ、ブランドというかね、うん、のやつだから別にお金持ちなわけじゃないの、うん、定価が高いだけだから。それ定価いくらだ。8万お前は気に入ってきてんだよ。だからお前の意思でお前がおしゃれだと思ってそれを履いてるんだよね。それとかそれは。あ、これじゃあ聞いて、これはユニクロ。ああ、あのそれこそこの8万のネブランドのやつのデニムがもうつい先週ぐらいに全滅したのよ。もう全滅。なんで？全部穴開いた。あのね、コンビニのバイトしてる人は多分4割ぐらいの人が共感できると思うんだけど、うん、めちゃめちゃ細い人じゃない限り、うん、めっちゃしゃがむからコンビニって、うん、必ずデニムのここに穴開くのよ。ここに、うんうんうん、で、全滅した。あ、お前はそれを履いてったわけね。え、もう毎回出勤はそれですよ。毎回。いや、だってもう何十本もあんだもん。だって年に2回あって2本ずつぐらい買ってたらさ、そういうのって持つじゃん、基本的に、うん、でも全滅したってことはどっかから途切れてるよね。いや、あのね、サミットってあるじゃん、大型スーパーというかの上にあるコルモピアっていう服飾店というかね、はいはいはい、婦人服とか売ってるところに大体なんかそういうなんか手直しみたいなカウンターがあるのよ、はいはい、そこに持ってくと3000円ぐらい取られるけど直してくるの、この穴を、はあはあ、いい感じに。で、それで繋いでたわけ、ずっと今まで、うん、穴開けば直してみたいな。で、ついにもうすでに2回そこで直してもらってるやつがあって、3回目直してもらって受け取って来たんですよ。でも、もう2ヶ月ぐらいで穴開いちゃった、うん、あ、でもダメだと思って全滅。まあ、手直しするお金もないし、だ全滅。え、生き返るよ、3000円払えば。3000円払えば生き返るから捨ててないけど。今、棺桶に入って引きずってる状態が瀕死状態ってことね。そういうこと。嫌じゃん、でも穴開いてんの。電車とかでさ、まあ、ちょっと気緩むとさ、男だったらまあ隣の人に当たんないけど、ちょっとこれぐらいにはなるじゃん。こうですよ、すぐ。はあ、なるほどね。でもユニクロにしたけど、やっぱ違うね。伸び方が生地が違う。色とか。ああ、わかる、それ。買うときは別に、いや、全然別に変わらんやんと思って、どうせ潰すし、うん、履き潰すし、いいやと思っても安いので行こうと思ったんだけど、うん、上から見た感じね、やっぱ違うよね。いや、全然違う。違うよね、やっぱりね。色あせの感じとかも違う。そうそうな、こだわってたんや、あの高えやつらと思って。あの、お前8万分の感じで履いてないじゃん、それ。履いてないね。マジカスだ、こう。マジありえない、信じられぬ。いや、コンビニだからさ、みんなダサいの、服が。コンビニのフリーターなんてみんなダサいの、だから、舐められないように。8万を。いや、っていうか、その、お客さんもさ、たまにはさ、服ちゃんとしてるやつ1人ぐらいいた方がいいかなと思って。あ、なんかわけわかんない、ね、そうそう、わけわかんない服着てるよりも、うん、あ、あいつ、なんや、ちょっとできる感じやんっていうね、ので行こうと思って、俺は。こっから下だけはおしゃれ。マジ、デニムの値段ってまあやっぱ出るよね、その出る。ユニクロが悪いわけじゃなくて、ユニクロは値段の割にしっかりしてるよ。え、でも海外ではマジでそう言われてるらしいね、ユニクロ。うん、マジで、うん、いや、安いのに、うん、いいもん作ってんじゃねえよっていう反応らしいよ、あのライバル企業的に、うんうん、いいもん安い値段で売んなよみたいな。マジで品質はいいらしいね。そうそう、その俺もユニクロのジーンズで、うん、もう値段的にはこの生地の感じはしょうがないというかさ、うんうん、あのちゃんとしたジーンズのガシって感じは無理じゃん、うん。で、あとも言うなら、その色感だけど、もう十分追いついていると思うから、うん、値段なのに、だからいいと思うけど、うん、まあ俺何の評論家だって話だけど、一応聞いて、うん、でもマジで、だから俺は結構古着好きだからさ、見に行くわけじゃん、
ってなると、やっぱ置いてあるジーンズどれも分厚いもん。確かに、まあ、ああいうとこにあるのって言ったらさ、もう分厚いからさ、ジーンズーみたいなのがいっぱい置いてある。確かに。っていうのを見て、やっぱユニクロの見るとやっぱ値段ほどだなと思っちゃう。まあね、でも買えないですよ。うん、そのいいとこのやつも俺が遊びてるこれとかね、うん、前入ってたデニムたちとかは、うん、なんかアホみたいに安かったの。俺が高校生ぐらいまではシャワリンの時がね、うんうんうん、もう 4,5 万するデニムが 5,000 円とかそういうレベルだったんだけど、なんかちゃんと買ってる人たちから怒られたらしくて、うん、いやちゃんと買ってるのバカみたいじゃないかっていうことになったらしくて、だんだん値段が上がってきちゃって、あんまり買えなくなったけど、あ、それが原因でか。あ、それもあるんだ。だから5000円とかでさ、いいデニム履いちゃうとさ、しかも高校生とかだとなおさらですよ。もう安いの履けないじゃん、履けなくなるじゃん。こっちの方がいいなってなっちゃうし、そういう色眼鏡的なね。でも最近はもう一周回ってユニクロか GU でいいやっていう感じになってる。なんでそのジョブズ的な発想。え、ジョブズそんな発想してんの？でも毎回同じの着てたじゃん。うん、そういう発想でしょ。いろいろ着たけど、あれは絶対全部高えだろ。もういろいろ着て全部、まあユニクロとかの方がまあ結果いいかみたいな。いいかなんか多分俺がそういう服としたら、うん、あのなんか深いと思われるし確かに、うん、でもあのニット絶対高いぜ。あ、そうなのかな。だって、うん、だこのブランド、まあ、ブランド名は言わないけど、うん、もう買わないよ。なんか何個かブランドがあるのよ、うん、その、うん、まあ系列というかグループだから、はいはい、もうカーディガン、ただのカーディガン、制服できますよみたいな薄さの、うんうん、カーディガンが、なんやこれと思ってね、値札を見たら16万って書いてあったの。いや、アホけと思って。やば、デザインでも買う人いるんだよね。いるんだろう、ね、だから16万なわけだしね。いや、俺さすがにそれは無理だわと思った。違う、聞いて、値引かれてそれだからね。え、8万の、あ、違う、9万だ、9万で売ってて値引かれないで16万だ。いや、それでも結構ヤバくない？いや、爆ヤバい。いや、9万で買うカリガン？うん、買わないですよ。いや、だからお金持ちってすげえなって。焼肉に何回行きますか？いや、ほんとそうよ。肉焼きますよ。油そば食い行こうぜがもう何回何回できるか。恐ろしいよ、うん、9万あったらもうちょっと、あ、16万だっけ？もう定価はね、定価16万でしょ。もう買い直すよね、いろいろでも転売とかめちゃめちゃ厳しかったけどね。あ、でしょうね。でもあの、なんで安いかって言ったらさ、あの素人は気にならないレベルの傷とかがあるからなんですけど、基本。ああ、なるほど、ね、ちょっとほつれてるとか。これがね、確かね、うん、これだったかな、多分これなんだけど、値札が間違ってたのよ。これの1個上のサイズが、うん、なんかもうちょい 2,3 万とかで売ってて、うん、1個下のこれが1万とかの値札ついてて、うん、で、見たけど何も変わらないわけで、これとこれ何違うんですかって聞いちゃって俺が。あー、で、バーッと足してバーッと戻ってきて、うん、いや、あの、変わんないっすみたいな、値札の付け間違いっすみたいな。で、今買うんだったら1万でそのままいいけど、もし買わないんだったら 2,3 万の付け替えちゃうんでどうしますかみたいな。ちょっともう一回考えていいですか。わぁわぁ買います、ごめんなさい、買ってもいいですかって。なるほど。スッ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 、やったー。それ言われちゃったら買うじゃん。うん、俺そのまま万引きしたのかと思って。いや、ちげえよ、聞いたよちゃん考えます。犯罪じゃん、それやったらただ出れねえしな、あそこ。あいつなんで聞きに来たんだろう一回取るのに、取るならもう持ってけ。確かに。ほんでトイレ来て7000円。あ、値段が、う
惜しいじゃん、1900円。その後の8000円の方がチケだよ。いやでもまあ俺は7000円か、いいじゃん。でも俺は1万以内できちんと襟の立つ段を変えたからいいかなと思って。いや、いい買い物だと思いますよ。変わんない、古着だし機嫌が悪くなって。なんでだよ。機嫌悪いわ。めっちゃ機嫌いいじゃん。